いつもご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平選手の最新情報をご紹介いたします大谷翔平の打球にベッツはいつもビビってるんだベッツの累上での異変をミゲル・ドハスが暴露後ずさりしながら取っていたんだドジャース同僚の35歳のベテランミゲル・ドハス内野手は大谷の加入によって MVP トリオの一人のムーキーベッツ内野手に異変が起こっていると証言 ポッドキャスト番組内で「ムーキーは翔平の打球速度を恐れているんだ」と語っている米ポッドキャスト番組「クリス・ローズ・ローテーション」に出演したミゲル・ロハス司会者クリス・ローズ氏は6日日本時間7日のマーリンズ戦で大谷は放った11号ツーランに触れ実況のジョー・デイビスはこの音を「ショットガンのようだ」と表現した彼の表現は正解だったと思う彼がボールを芯で捉えると明らかに違う音がすると話すと ロハスはこう語ったああ100%間違いない全世界全宇宙の人が将兵のホームランを見ているだろうただ僕は彼がアウトになった時も見ているんだ彼が二塁へのライナーを放ったアウトだったけどそれが106マイルだしかもショットガンのような音がする実況の表現に同調したロハスは大谷の前の打順のベッツの動きについても言及別の日にはムーキーはビビってたんだ 彼は走者ととして一塁にいいることが多いだろうその時彼は第二リードを後ずさりながら取っていたんだ111マイルや118マイルの打球を当てられることを恐れているからねとベッツが早すぎる大谷の打球を恐れ一塁上でのリードが小さくなっていることも指摘した大谷の打球については狂ってるよある日にはレフトライナーを放つその時にまず私たちがすることは電光掲示板を見ることだ なぜならその打球が108マイルだからね彼からしたらただ手首を少しひょいとしたくらいに感じているんだよこれが彼がどれだけ選手としてまたはアスリートとしてすごいかを表している彼がチームにいてくれてとてもうれしいよとロハスも驚くばかりのようだまた司会者から大谷とはよく話すか彼はスペイン語が上手だと聞いたことがあるがと問われるとスペイン語では話していないけど 彼の英語はかなり上手だよと即答した続けて彼はいつも投手のことや試合の状況どんな球が来るかなどについて話しているんだと会話の内容を紹介控え選手として試合途中から出場することが多いロハスは大谷から投手の情報を得ているという彼は打席から戻ってきてあのチェンジアップはエグかったあの速球はこっちの方に曲がっていくなどと教えてくれるんだと明かす。 三振ををししてもそれを無駄にはしないロハスはたとえうまくいっていなくても彼は打席でのフィードバックを与えてくれる上位打線にいるから相手の投球をより理解できるように助けてくれるんだよと証言する投手の情報共有は野球界では一般的ではあるが第二言語で伝えるとなると話は別表に見えない場所でも大谷は勝利に貢献するために奮闘しているようだ ロハスのの言葉には大谷への敬意が感じられるドジャース内で大谷存在感はあらゆる方面でいい影響をもたらしているようだ最後までご覧いただきありがとうございますもしよろしければチャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。